ハンマーヘッドは、アメリカ海軍の原子力潜水艦。スタージョン級原子力潜水艦の15番艦。艦名は、種木ザメにちなむ。その名を持つ艦としては、ガトウ級潜水艦77番艦以来2隻目。ハンマーヘッドの建造は1964年5月28日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注される。 1965年11月29日に帰港し、1967年4月14日に、オークラーク・フィッシャー夫人によって、命名、浸水し、1968年6月28日に、艦長 E. フレデリック・マーフィージュニア中佐の指揮下、収益した。ハンマーヘッドは1981年に、 大西洋艦隊において、マージョリー・ステレット戦艦基金賞を受賞した。映画、レッド・オクトーバーを終え、の撮影に先立って、原作者のトム・クランシーが、ハンマーヘッドに上官した。ソナー室において、スクリーンの鉛筆印を拭き取るのにトイレットペーパーが、使用されているのを見た。彼は、映画では、それとは、対象になるハイテク設備の描写を行うと語り、 実際そのような描写がなされることとなった。ハンマーヘッドの最後の艦長はカール・ハスリンガー中佐であった。ハンマーヘッドは1995年4月5日に退役し、同日除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムの下に解体が始まり、1995年11月22日に作業は完了した。 ウィキメディアコモンズには、ハンマーヘッドに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。